こんにちは、こんばんは。ゲーム動画でいこうです。えー、小倉競輪場で行われている G3、え浜、ー、田、浜田、浜田沖縄カップでしょうかね。えー、こちら、3集日12レース決勝戦の予想をお送りしたいと思います。えー、まず、結論、概要です。 12レースは決勝戦ですね、えー、ご覧の通り駒切れ戦となるんですが5番車の南と8番車の鳥取の叩き合いは避けられそうになく最終的には中川のスピードがですね、えー、他を制してしまうんじゃないかなと思っておりますはい、えー、詳しく 説明していきましょう。12レース決勝戦ご覧のメンバーです。SQ レース班が村上博之ですね。はい。えー、こちらですね。並びです。並びとバック回数、ホーム回数、スタート回数見ておきましょう。まず、バック回数は、 えー、5番者、南潤と8番者、鳥取雄吾の2人が、えー、っと、ほとんど競ってますよね。ホーム回数となると、南潤がやや有利19回、鳥取雄吾が13回です。で、まあ、他のバック回数、ホーム回数見てみると、工藤文彦がバック8回、ホーム6回、吉田敏弘がバック6回、ホーム4回、 えー、中川聖一をバック4回持ってますね。一方、スタート回数で見てみますと、トップは村上博之の3回ですね。他2回が小林大輔、南淳、吉田俊弘となっており、その他の5人は0回です。近畿が先手取るの先、前を取るのかなという気はしないでもないですが、 簡単に前に取って突っ張るという策を取るのかなそうしたら鳥取とか他に抑えられて後方に、ね、不発に終わってしまうんですけどね。どう、どうするんでしょうか吉田は9番車っていうことはあるんでしょうけど、果たして、えー、っと、私は九州の前取りもあると思っております。まあ、小林が前取って東日本、 東日本が前で受けるという形もあるかもしれないですね。何にせよあまり予想はできないです。で、みも細切れで、吉田敏弘は近畿の3番手じゃなく、短期を選びましたね。やっぱり、あの、混戦気味になるっていうことを予感してるんでしょうか。吉田敏弘、一着一着で勝ち上がってるんで、人気は吸ってますね。3番人気ですか。中川壮大ついで。 ソーツ委員は村上博之でえ、他の5人はやっぱり人気大きく引き離されてますね。で、えオッツを見てみましょう。えー、っとですね、このメンバーなら、うん、中川のネームバリュースピードが圧倒してるのかなと思ったら案外そうではなく、ようやくですね、あの夜から見てるんですが、 中川壮太はな、筋の71が9.9倍とようやく切ったんですよね。えっ、ー、と、ちなみに裏の17だと12.8倍ということで、案外一本かぶりになってないっていう気がするんです。も、最っとも、あの、まだレースまでにオッズ下がると思うんで、9.9倍のままとはいかないんですが、ファンは思った以上にこれ、混戦じゃないかって思ってるんですよね。 あとやっぱり吉田が調子いいっていうのもあるんでしょうね。吉田からの、あの、売れ方がすごい、ちょっと過剰かなっていうぐらい売れてるんですよね。んちょっと私は個人的にはこれ売れすぎだと思いますね。中川より先まくり打ってという、まあパターンなんでしょうけど、中川が候補で不発に終わって、 っていう動きなんでしょうけど、ちょっとかぶりすぎかなとは思いますね。ほか、まあ、村上もまあ、こんなもんでしょうし、まあ、本当に、そうダも、まあ、一三か。1三はちょっと22.2倍。そんえー、っと、もうちょっとついてもいいのかなという気は。 しますけどね。まあ、あの、7-1で抜け出て、早めに抜け出て、3が切り替えてというのは考えてるでしょうね。3-1まで行きそうな予感はします。まあ、他は人気ないですよね。あと、中川だったら、2番人気は、村上、やっぱり村上を7-3で15.3倍ですね。3番人気は調子のいい吉田で19.1倍。 と、まあ、わかる数字になります。でも、それ以外だと、50倍以上つくんですよね。結構、それ以外も悪くはないのかな、と思ってます。特に、7人が人気ないですよね。まあ、吉田じゃない、小林、気配的にはなんとなく、うん、かつ、 ような気はし、しないんですけど、ちょっとこのオッズ、中川かオッズで満車形となると、魅力感じてしまいますよね。今回は上げませんでしたけど、一点押さえるなら小林も、あの、田中の位置取りがいいんで、押えてみてはいかがでしょうか。というわけで、えー、っと、そうですね。では、予想を。 さっきの概要の概要を元にしたなぜこの目を上げるかってことですよね。えっ、ー、と、やっぱりその一番の原因は、南と鳥取は叩き合う運命にあるということですよね。え、南もやっぱり大、あの、地元地区の、地元じゃない、えっ、ー、と、道地区の 大先輩で SQS 班の村上博之連れてますし、鳥取遊具に至っては、道玄岡山の先輩の工藤文子使あの連れてますからね。そうなると、やっぱり、うん、行く気はすごく高まるんじゃないかなと思います。また、南と鳥取の間でもライバル関係すごくあるでしょうからね。ここはまあ、 通過点、地元でもないですしね、と見ると、やっぱりバチバチ争ってしまって、ま、誰かのまくりごろになるんじゃないかなと。で、位置取り的には、最終的にその後ろを締めそうなのは、田中なのか吉田なのかっていうところで、中川はじっくり足をためて仕掛けるんですよね。ただ、中川も、 あの、後ろにマークしてるのは、地元相談ですからね。となると、えー、っと、そんなギリギリ届く仕掛けじゃなくて、早めの仕掛けをしてくるんじゃないかな。下手すれば、さえー、金の四角とか最終ホームで仕掛けても、うん、むしろ、 その仕掛けが妥当なんじゃないかなと思うぐらいなんですよね。そうなると、ソーダを差し、ついていければ、ソーダを差し飲むようが出てきます。で、ソーダも、ちょっと追走は、疑問があるんですよね。なんかこう、ソーダの魅力って、短期の時にこう、コースついてくるっていう、 なんかご、合詞とかもそうなんですけど、そそ熊本のねうん、そんな印象なんですよね。なので、単純なマーク作となると、ちゃんと仲買ついていけるのかっていう不安はありますね。で、もしそうだが、ついていけなかった時には、と考えると、 やっぱり最終的に鳥取と叩き合いを制して首都圏取っているのは南だと思うんで、南のバッテリー村上が切り替えてくるんじゃないかな、というのと、まあ田中や吉田ですよね。この辺が好意にいて、あの、うまくハマり込む流れがあるんじゃないかなと思いまして、やっぱり本命は これはもう中川で私は仕方ないと思います。えっ、ー、と、オッズも被ってるわけじゃないんで、今回チャンスですよね。中川狙うには。やっぱり展開もあの叩き合い必至なので、中川にとっては、おらつ、えー、隊列が短くなりそうで、おらつ、おは、お、おあつらへ向きの展開になると思います。で、えっ、ー、と、やっぱり地元のソーナーを釣れるんで、えー、 早めの仕掛けになると思うんで、刺し目も必ず押さえておかなければなりません。で、そうが離れたときは、えっ、ー、と、おさく叩き合うせいするであろう南の番手の村上が切り替える。もしくは、離れたとこを田中や吉田がスイッチする。という流れですね。で、あと、もし田中がスイッチしたときには、うんは、まあ、ここには書いてないですけど、 オッズの妙味、100倍超えてますからね、なかなか100倍超えるってなかなかないですよ。の、えー、っと、小林大輔あたりを抑、えー、えてみるといいと思います。ちょっとですね、岡山勢は、え、南と叩き合い避けられなさそうで、仮に鳥取が先手取っても、出ていくのは工藤だと、ちょっと2着までも厳しいのかなという気はします。ので、 えっと、中川から、この5点で行ってみたいと思います。はい。えー、ご視聴いただきありがとうございました。いかがだったでしょうか。えー、小倉競輪場で、えー、っと、どうも、この浜田沖縄浜田をはい。カップは1回目だということなんですよね。今度定着しそうなんですよね。小倉って言ったら競輪祭ですよね。 長らく記念がなかった、G3 の開催が行われなかったということで、今回申請された G3。トラック支援とか、ちょっと1枚オトルメンツが出てきたりもするんですけど、まあ、今年はそうでもなかったですけど、今回はなかなかあの中川誠一郎、村上宏之、吉田敏弘と、まあ、 なかなかのメンバーが揃ってきて、まあ、記念と言っても差し支えないメンバーでじゃないかなと思います。さあ、果たして、えー、このレースを制するのは誰でしょうか。えー、楽しみにしましょう。えー、とチャンネル登録よろしくお願いします。この動画最後の20秒で関連動画動画プレイリスト表示されますのでお時間ありましたら見ていただければ嬉しく思います。 高評価もぜひよろしくお願いします。えー、っと、最後にお知らせです。えー、来週4月の週ですけど、残念ながら、えー、っと、私、東京に行っておりますので、で、えー、なかなか、あのー、発信できる場所にはいないと思います。よって、 おそらくお休みさせていただくかと思います。もし、あの、予想を上げさせていただくとしても、えー、簡易版にな、なるということをご了承ください。えー、また、に、多分2週間後お会いすると思います。はい。それでは、あの、ここまでご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画でいこうでした。